本日の試合は2022ヤマイスタの九州アジアリーグ公式戦、福岡北九州フェニックス対福岡ソフトバンクホークス第5回。天候は晴れ、試合開始は13時の予定となっております。ただいま福岡ソフトバンクホークスがバッティングを行っております。スタンドに入りましたファールボールはお近くのスタッフが回収いたします。恐れ入りますが、ボールを拾われた方はお近くのスタッフまでお渡しください。また小さなお子様をお連れのお客様はボールがお子様に当たらないよう目を離さないようにお願いいたします。九州アジアリーグは東証一部上場、九州最大の食品卸売会社ヤマイスタの株式会社とネーミングライツ契約を締結しております。九州アジアリーグはヤマイスタの九州アジアリーグとして皆様に愛される九州プロ野球チームを展開してまいります。皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、今日のスタジアム MC を担当しますルームス福岡の宗です。普段は福岡の劇団万能グローブガラパゴスダイナモスという劇団で俳優をやらせていただいております。今日は皆さんと一緒にこの、ね、試合を、ね、盛り上げていきたいと思いますので、ね、皆さんどうぞ拍手とかでこう、ね、盛り上げていただけたらと思います。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。わ、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあソフトバンクホークス今日応援しに来たよって方手挙げてもらっていいですか。おお、なるほどなるほど。でフェニックスで応援しに来たよって方、おお、ありがとうございます。おすごい。あ、どっちも応援しに来たよって方、素敵。今日の試合ももう最高に盛り上がっていくとですね、どうぞよろしくお願いします。もう間もなく試合が開始されます。今しばらくお待ちください。皆様大変長らくお待たせいたしました。本日の試合は2022ヤマイスタの九州アジアリーグ公式戦、福岡北九州フェニックス対失礼いたしました福岡北九州フェニックス対福岡ソフトバンクホークス第5回戦。天候は晴れ、試合開始は13時の予定となっております。試合開始に先立ちまして、両チームのスターティングラインナップ並びにアンパイアをお知らせいたします。先行三塁側、福岡ソフトバンクホークス。1番センター中田、背番号155。ありがとうございます。ありがとうございます。2番サード藤野、背番号122。地元やからね、地元やから。3番セカンド小林、背番号69。4番レフト川村、背番号132。5番ファースト西野、背番号153。6番指名打者山本、背番号150。7番キャッチャー久木、背番号65。8番ショートタッツネ、背番号130。9番センター荒木、背番号136。そして先発ピッチャーはアルメンタ、背番号135。続きまして高校一塁側、我らが福岡北九州フェニックス。1番レフト神谷健太郎、背番号2。2番センター宇都決勝、背番号6。3番セカンド太陽、背番号23。4番指名打者ラーボー、背番号38。5番ファーストルーカー、背番号15。
6番ライト吉岡翼、背番号28、7番サード中村美太郎、背番号1、8番キャッチャー秋葉玲、背番号27、9番ショートゼロキャッチャー背番号51、そして先発ピッチャーは赤巻チッコ、背番号34。なおこの試合のアンパイアは球審上野、球審は一塁広田、三塁は菊川、以上三種審判でございます。公式記録員は寺本でございます。そして本日スタジアム MC を務めるのはルームス福岡の宗です。今日はですね、同じ、皆さんと同じスタンドにてスタジアム MC やらせていただきます。皆さんと一緒に少しを一つにして盛り上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。試合開始まで今しばらくお待ちください。ヤスさんは BLK のヤスさんはですね、数多くのプロ野球選手のオリジナル登場曲や応援ソングを手掛けています。現場福岡を拠点に全国に来年展開を広げながら活動中です。今から歌っていただく曲は、負けられない戦いを持ったアスリート、そして受験生など夢を持った全ての方へ送る応援ソング、トライアゲイン。それではイーグルクルーヤスさんの登場です。皆さん拍手でお迎えください。負けられない何があっても、この力で進めるんだから、諦めないでいても、もう一度何度でも他の誰にも真似できないってこと、何も知らない弱いからこそ、いつも勇気を持っていくこと、未来なく誰にも始まらないでいくこと、そしてみんなの感謝を忘れないでいくこと、ありがとう。たどり着けないくらい忘れちゃいけない、君との約束や誓い、僕はでもみんながいるからもう何も変わらない、負けられない何があっても、この力で進めないのかな、諦めない何があっても、もう一度何度でも、踏んでるならば強い覚悟がいるっていうこと、道に転んでも迷っても確実に前に進んでること、夢に入らない想像よりも大きいってこと、いやもう一度必ず笑える日が来ること、忘れられない、決して忘れちゃいけない、しびれを握りしめているとたただけどさ、何が何でもずっと夢だから生まれ何度かで逃げるさ、何を忘れてももう二度と後悔はしたくないから、いつも強がるね、今どうしてくれたら負けられない。
諦めないで僕の恋を何度でも続くの戦いはまだこれから試練はずっと続いていくことだけど一人じゃないから辛い壁も乗り越えていけるってこと一緒に忘れていけない本当にずっと大切なことはやっぱりみんなへの感謝を忘れないでいるのもありがとうありがとうございますイングレスレイのヤクさんでした。皆様、今一度大きな拍手をイングレスレイのヤクさんにはこの後、国歌独唱、そして5回裏にはもう一度スペシャルパフォーマンスで歌を聴かせていただきます。皆様、楽しみにしててくださいね。さあ、試合開始まで今しばらくお待ちください。グラウンド内の選手の皆さんはご脱帽ください。また観客席の皆様もご起立ご脱帽の上バックスクリーン上の国旗にご注目ください。ビーグルクルーのヤクさんでした。皆様大きな拍手をお待たせいたしました。それではこれより2022山一座の九州アジアリーグ公式戦福岡北九州フェニックス対福岡ソフトバンクホークス第5回戦の試合を開始いたします。本日のキッズスターターは沼スポーツ少年団の選手の皆さんです。どうぞ拍手でお迎えください。さあ元気よく走り出しました。 OK everybody 皆さん盛り上がる準備できてますか。拍手ありがとうございます。選手たちも最高のパフォーマンス期待してるぜ。この大会で九州アジアリーグ盛り上がっていきましょう。福岡北九州フェニックスこの勝利をつかみ取れ。レッツゴー。しっかりコミュニケーション取ってね。そして沼スポーツ少年団最後にパフォーマンスがあるそうです。皆さん準備はいいですか。いくよ3、2、1
がとうございました。ナイスダンス、めちゃくちゃ元気。いいよ。続きまして始球式を行います。本日始球式を務めていただきますのは、北九州の戸畑から瞬く間に世界中からお客さんが駆けつけるほど有名になった照る寿司の3代目大将、渡辺孝義さんです。なんとこの照る寿司、東京にも照る寿司東京をオープンするほど今大人気だそうです。皆さんもう一度大きな拍手を。あ、動画を撮ってますね。マウンドからの決勝。さあ、それでは大将お願いいたします。スターティングラインナップもう一度発表したいと思います。1回の表守ります、福岡北九州フェニックス。ピッチャー荒垣千尋、背番号34。キャッチャー秋葉蓮、背番号27。ファーストルーカス、背番号15。セカンドタイガー、背番号23。サード中村道太郎、背番号1。ショート瀬野克也、背番号51。レフト神谷健太郎、背番号2。センター宇都選手、背番号6。ライト吉岡翼、背番号28。さあ、今日の試合もみんな盛り上がっていこうぜ。1回の表、福岡ソフトバンクスホークス、失礼いたしました。1回の表、福岡ソフトバンクホークスの攻撃は1番ライト中田、背番号155。2番サード藤野、背番号122。3番セカンド小林、背番号69。
4番レフト川村、背番号132。5番ファースト三代、背番号153。1回の裏守ります、福岡ソフトバンクホークス、ピッチャーアルメンタ、背番号135。キャッチャー久喜、背番号65。ファースト三代、背番号153。セカンド小林、背番号69。サード藤野、背番号122。ショート勝連、背番号130。レフト川村、背番号132。センター荒木、背番号136。ライト中田、背番号155。九州フェニックスの攻撃は1番レフト神谷健太、背番号2。ナイスケケイ、次期待してるぜ。2番センター宇多決勝、背番号6。
セカンド、タイガー、背番号23。さあここで本日始球式を務めました照津市の大将に福岡ソフトバンクホークスの攻撃は6番指名打者山本背番号150。7番キャッチャー久喜背番号65。8番ショート勝連背番号130。さあこの回で点取り行こうぜ。さあ本当今日暑いんでね、キッチンカーでの販売とか行ってるんで、皆さんぜひぜひ購入して熱中症にならないように注意してください。
2回の裏、福岡北九州フェニックスの攻撃は4番指名打者ラーボー背番号38。Everybody put the drinks up right now! 5番ファーストルーカー背番号ファールボールにご注意ください。Thank you.
球審の上野です。ただいまの判定についてご説明いたします。ただいま、打撃妨害と、アピールがありましたが、打撃妨害じゃなく、ツーストライク、ワンボールで試合を再開いたします。以上です。ファールボールにご注意ください。ナイスラリー翼。さあ続いてゴーで7番サード中村道太郎背番号1。3回の表、福岡ソフトバンクホークスの攻撃は9番センター、荒木。ナイスプレ2番サード藤野。ファールボールにご注意ください。北九州フェニックスの攻撃は8番キャッチャー秋丸背番号27。さあさあさあ皆さんもっともっと盛り上げていきましょう。さあさあ流れ作っていこうぜ福岡北九州フェニックス。9番ショートセロカッセア背番号51。さあテンション上げてこうぜ。1番
レフト神谷健太郎。福岡ソフトバンクホークスの攻撃は2番セカンド小林。ナイスキャッチルーティン。4番レフト河村。4回の裏、福岡北九州フェニックスの攻撃は4番
指名打者ラーボファールボールにご注意ください。5番ファーストルーカここからだぜ、福岡企画一緒に6番ライト吉岡スルッサか大人しか子供しか厳重と6番指名打者山本ファールボールにご注意ください。9番センター荒木
福岡北九州フェニックスの攻撃は待ってたぜ、我らがキャプテン、男の中の男、やってやろうぜ、中村ミッツ太郎。切り替えて次を期待してるぜ。8番スカッチャー、アキモレ。ここからの福岡北九州へ、今まで以上に皆さん応援よろしくお願いします。一番レフト神谷健太
イスマッチウッキーさあさあさあこっからだぜ福岡北九州フェニックス今盛り上がるなっていつ盛り上がるんだ皆さんもっともっと声出していこうぜセカンド、ファイト！パフォーマンスのお時間です。歌っていただく歌は読売ジャイアンツ中田翔選手の登場曲にもなっているマイヒーローです。 YouTube の再生回数は700万回以上など人気の曲となっております。プロ野球界にとどまらずプロバスケットボールそしてプロサッカー大相撲までファンが多く数々のプロアスリートから高い支持を得ております。それではイーグルクルーやすさんです。拍手でお迎えください。こんにちは。はい、今までの試合見ていていかがですか。いややっぱもうあそこの真後ろから見てるんですけど、あの最高の立ち位置。そうです。入場感ってすごくやっぱすごいですね。はい、さっき1点取り返しましたね。はい、素晴らしい。もう皆さん本当にナイスプレーで頑張っていただきたいな。あと国歌独唱も歌っていただきましたけど、一つちょっとあのお詫びの方ですね。あの申し上げたいんですけれども、ちょっと先ほどあの国歌独唱の際に巣が一文字多かったことです。緊張していたわけではなくて、気持ちよすぎて巣が1個増えちゃったんですよね。むすすって言っちゃったんですよね。さっきあのスキッパーからもね、はい、的確にこう、いやただもうやっぱり効果なんでね、本当失礼いたしました。申し訳ございません。謝罪をこの場を借りて、この場を借りて謝罪いたします。失礼いたしました。さあ、歌っていただく曲はマイヒーローという、はい、歌っていただきます。です、はい。じゃあ、あ、もうよろしいですか。いいですか。はい。はいはい、ビグルクルーです。もう一曲だけ歌わせていただきます。マイヒーローという曲ですが、サビの部分でよかったら皆さん手を振っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあ、聴いてください。マイヒーロー。行きましょう。ずっとお前に助けられたというの、彼が助けるわけなめの、大会な夢を見せてくれ、エールを送るよ、マイヒーローへ。勝利を出して歩いてる負けるはず人を信じてる永遠な夢の本性を見ててさあ始まる挑戦まだまだ中盤ですがどんどん皆さん楽しんでってください。このガチンコの勝負ごとの嫉妬もあっとりも本気の男 100% が自分のもっとでも心は繊細さ本当のとこ気の使い合いが嫌いだから語れる仲間は俺のだからただバカやってる時間も大切だから全て実現できると自信に変えたものがあるよ一回りでかくなったその体で今こそ勝者になれずっと前に助けられた運命の選ばれた助ける番の名を未来夢を見せてくれエールを送るよハイヒーローへ勝利を目指して歩いてる負けるはずないと信じてるど派手な夢の放物線を見せて始まる挑戦
ちゃんと名前入りで作っていただきました。10番パワフルの中にいつもシンプルさを忘れたずれが大きな誤差を見るほどシビアな世界で一番になっていると願って、今日も自分と語り合って重圧孤独と戦いやがって、まだまだ負けてられるかと今しめながら、全て実現できたと言えるわけではないんだけど、一回りすれば何が大切だって、昨日なら分かった気がするよ。ずっと心を信じ合うこと、それぞれの夢を見ること、世界に駆け出したいって、エールを送るよ My Hero。 勝利は一人じゃできない、負けないは一人の世界、お前とならける気がするよ、止まらない少女。うーっと素敵場所へ夢を輝きを放つ以上に、この辛い場所に目に泣いていても、必ず掴み取ってみせるよ。ずっとお前なくね背負い込んだ分、俺らで支える番だね。もうどれか夢見ていこうぜ、エールを送るよ My Hero へ。勝利を目指して待ってる、負けるなんだと信じてる、尖れない夢の豊富さを見せて、さあ始まる生涯。ありがとうございました。3回も登場させていただきましたリーグレフレでした。ありがとうございます。今一度大きな拍手を。ありがとうございました。さあ後半戦も盛り上がってまいりましょう。さあ今まで以上に声届けてください。その声で福岡北九州フェニックス逆転しようぜ。さあやってやろうぜ。ソフトバンクホークスの皆さん、あの皆さんじゃない、ソフトバンクホークスのファンの皆さんもこのね、この交流戦でね大好きになって、九州アジアリーグも好きになってくれて嬉しいです。さあ皆さん後半戦も楽しんでいきましょう。3番セカンド小林。4番レフト河村。先ほどに代わりまして加藤浩樹。
キッカーは加藤、背番号147。6回裏、福岡北九州フェニックスの攻撃は4番指名打者ラーボに変わりまして、古賀かける代打は厳しいか古賀かける背番号52。ソフトバンクホークスラッキーセブンの攻撃です。We'll be right back.
広角北九州フェニックス選手の交代をお知らせいたします。先ほど代打いたしました古賀、そのまま入りライト、6番ライト古賀、背番号52。7回の表、福岡ソフトバンクホークスの攻撃は5番ファースト西野。6番指名打者山本。7番キャッチャー久喜。ピッチャー桜井に代わりまして豊山。ピッチャーは豊山、背番号16。本日は北九州市立大学チアリーディング部ウォーリアーズの皆さんが応援に駆けつけてくれました。皆さん大きな拍手をお願いください。
中田。
3番セカンド小林。ナイスキャッチ。はい、ピッチング優勝。試合終了後には選手によるお見送りイベントが開催。効果ソフトバンクホークス選手の交代をお知らせいたします。ピッチャー加藤浩樹に代わりましてフェリックス、ピッチャーはフェリックス、背番号141。ライトの中田に代わりまして早田入り、ライト1番ライト早、背番号125。以上に代わります。さあさあ皆さん、今日の一日を最高の一日にするために皆さん応援楽しんでいきましょう。8番、失礼いたしました、8回の裏福岡北九州フェリックスの攻撃は3番セカンドタイガいきましょう。福岡北九州フェニックス5番ファーストルーザー。シェキダウンナイスダウンダウンバッティングルーザー。さあ選手も応援しているみんなも暑さなんかに負けんな、もっともっと声出していこうぜ、盛り上がっていこうぜ。に変わりまして、モトロピッチャーはモトロカズヤ、背番号14。
9回の表、福岡ソフトバンクホークスの攻撃は4番レフト川村。5番ファースト西城。ナイスピッチング。6番山本に代わりまして代打佐久間、バッターは佐久間、背番号149。岡本、キッチンは岡本、背番号133。球体の裏、福岡北九州フェニックスの攻撃です。皆さん、こっからですよ。今までの応援以上にもっともっと声出してください。お願いします。7番サード中村道太郎に代わりまして、ピチッタ西岡剛、スーパー騙したね。波が来てるね、波が。さあ、この波に乗ってこうぜ、乗ってこうぜ。会場のみんなも乗ってこうぜ。まだまだこっからだぜ、福岡北九州フェリー。ヒヤヒヤするような展開続いてるぜ。福岡北九州フェリー選手の交代をお知らせいたします。8番キャッチャー秋葉に代わりまして、バッター宮本、ピンチヒッター宮本
球場の誰一人まだまだ諦めてねえぜ。行こうぜ。9番ショートベロー勝ちだ。本日は3対1で福岡ソフトバンクホークスの勝利となりました。福岡北九州フェニックスの選手の皆さんに大きな拍手をお送りください。試合終了後には選手によるお見送りイベントを開催されます。選手とハイタッチができて間近で会える大チャンスです。皆様ぜひぜひ出入口付近にお集まりください。また本日来場者アンケートを実施しております。 LINE でお友達登録後2分程度のアンケートになります。球場に LINE 友達登録の QR コードを載ってます。はい、お友達登録よろしくお願いいたします。アンケートご回答後には試合終了までに